J ・ワシントン・ファウル・フェローとは、ディズニー映画、ピノキオに登場する、ディズニーキャラクターである、架空のキツネ。元は、カルロ・コローディの作品、ピノッキオの冒険に登場するキャラクターである。愛称はフェローなど、ディズニー映画版とは違い、固有の名前はない、ビッコのキツネとして登場している。最初の登場では変装して、追いはぎをしているときに、 ピノキオを殺害するが失敗に終わる。二度目の登場ではピノキオを騙して金貨を奪い取る。最後は数々の悪用の報いを受けて体中の半分の毛が抜け落ちた上に尻尾をなくしてしまう。ちなみに相棒の猫はメクラのふりをして追いはぎをしている時にピノキオに片手を食いちぎられ、最後は本当のメクラになってしまう。 本当の身体障害を負った後は2匹で小敷に身を落とし、道端で再会したピノキオに助けを求めるが花で、笑われた上に、ことわざで自分たちの悪行をひねくられる。ディズニー・ビランズ、J ・ワシントン・ファウル・フェロー・ジミニー・クリケットと同様に、擬人化されている。主人公と敵対しているため、ディズニー・ビランズに分類される。腰銀着の猫のギデオンと行動を共にしている。 詐欺師として登場し、ピノキオを悪の道へと進めようとする。また、正直、ジョンとピノキオの前で名乗っている。ただし、原作のような暴力性はなく、コーチマンの行為を見て怯える一面もある。劇中で、ファウルフェローが歌う曲として、アンアクター、エスライフフォーメが存在する。最初は操り糸もなしで動くピノキオを見て驚き、彼を、 舞台こそ成功への近道とたぶらかして、人形座長のストロンボリのもとに売りつける。その途中で頭上にいた、ジミニーを追い払おうとして、ギデオンに、傷槌で頭を殴られて帽子が顔にはまって取れなく、なってしまい、なんとか脱がそうとして、再び殴られ木に激突して、川に落とされている。やがてピノキオが、ストロンボリのもとを脱出すると再び彼の前に、現れ、今度は、 アレルギーを発症しているから遊園地に行って直すべきだと言って、拉致同然でプレジャーアイランドに連れて行く。ここで二人は退場しその後の消息は、ギデオンともども不明。ありがとうございます。